少しお楽しみが僕らを待ってる。魔法にかかりたきゃまず中に入らなきゃ、始めるよ魅惑のパーティーナイト。誰かとデートしたいんだ。 Today is 13日の金曜日。違う違う、誰かに会いたいんだ。タイカレーが食べたい。おちょくちょんのか我が輩、寂しいのだ。わかりました、刺身が食べたい。はあ、働きすぎでストレスが溜まってるんだよ。みんなのお休みの世話ばっかりすることを休んで全部私に任せて。モンスター家族が向かった先はクルーズ。サプライズ。おいおい冗談じゃないぞパパ。お楽しみがいっぱいだよ。ダイビングもできるし、ごちそうは食べ放題、眺めも最高。はいはいパパ、もういいよ。はい、ようこそ。あなたがドラキュラね。エドビデイ、シュラクビデイ。外国語なまりの男性ってなぜだかとってもインテリに見える。やったね、最高の夏休みだよ。ヴァンヘルシングひいおじいちゃんの言う通り、モンスターどもって最悪。あいつらこれから何が起きるかも知らず。何もかも計画通り。あの人なんか信用できないんだよね。いかん、ブロビーが吐きそうだぞ。モンスターホテル、クルーズ船の恋は危険がいっぱい。